若い指導者が新たな流れを作ろうとしている。トレーズ・クシュリナーダ上級特参、スペシャルズを創設した男である。スペシャルズとは、かつて圧倒的な軍事力を欲した連合内において、モビルスーツの供給源であるオズ指導のもと完成した部隊である。しかし連合内での特権を得るに至ったこの部隊も、全てはトレースが己の理想を実現させるための足がかりに過ぎなかった。トレースが連合への反乱を実行に移そうとした時、偶然にも時代の幕開けを知らせる火の粉が宇宙より降りかかる。流星に紛れて地球に降下した5機のガンダム、その行動をも巧みに操り、連合の首脳陣を壊滅させたトレーズは、一大反抗作戦オペレーションデイブレイクを決行。世界各地のスペシャルズを一斉に放棄させ、瞬く間に連合拠点を制圧。オズはついに歴史の表舞台へ躍り出たのである。そしてこのオズの台頭を好機として捉えていた人物がいた。復讐のためその素顔を仮面で隠したゼクス・マーキスである。かつて北欧に存在した小国サンク・キングダム、ピース・クラフト王が治めていたこの国は、完全平和主義を提唱し、地球とコロニーの共存と繁栄を目指していた。だが地球圏統一連合は、この主義が連合の支配を危うくする危険思想であると恐れ、サンク・キングダムに侵攻を開始。時の剣王は没し、王子と王女は行方不明となっていた。あの悲劇から13年、かつて惨劇を受けた祖国を取り戻すため、偉大なる王の魂を救うために、亡国の王子が待ち焦がれたその瞬間が今訪れる。ヒーロー閃光に散る。
拡散するな。中枢施設を制圧できればいい。決める。重い機体の機動性をバーニア出力で全て補う。無茶な話だが、サンクキングダムを前にして
無様な戦いはできんのだ。抵抗したところでもう遅い。このトールビスに自分の可能性をかける。当ててみせる。こんなところでやられるわけにはいかない。誰であろうと私の邪魔はさせない。
できているな。これで決める。一気に型をつける。了解した。この程度ならまだやれる。こんなバカな。己の甘さを鍛え直すと誓った。もう躊躇はしない。鍛え直すと誓った。もう躊躇はしない。厳しさというものを教えてやる。何だと。ガサン。やられたのか。助けてくれ。私は血塗られた歴史を繰り返すオズのゼクスマーキスなのだ。
再びこの地に立つまで13年もかかってしまいました。お許しください、父上。そしてそのために多くの血が流れました。私は完全平和主義のあなたの教えに背く生き方しかできませんでした。私の手は血に汚れすぎている。そんな私がピースクラフト王家を継ぐわけにはいかない。しかしあいつならきっと父上の理想とした国を継げるはずだ。私はそのために戦います。不敵の息子をお許しください。